私がやる。今回は超究極ベアトリックスをいろんなキャラでワンパンやっていこうかなと思います。で、一番最初のキャラはベアトリックス、まあ、私がやるって言ってたからねなんでやってもらいます。で、このキャラの SS も直殴りしっかり乗る SS なんで、まあ、多分ワンパンできるでしょってことでやっていきます。はい。で、今回のクエストの仕様については、この闇の靴底と光属性の靴底がそれぞれいるんですけど、こいつらは、防御アップとかダウンに対応してるんですよね。闇属性を倒すと防御アップ。で、光属性の靴底を倒すと防御ダウンっていう仕様になってる。なので一番最後に、ダウンの、光属性倒したい。だからこうだね、右だね。右に行って、いい感じに行きます。で、あと敵の倍率に関しては、直殴りが5倍で、あと弱点が9倍で、あと、この防御ダウンの倍率が7倍っていう風になってます。なので結構倍率盛られてるんですよね。5×9×7。まあ、大体500倍ぐらいにはなってっしょ。で、あとは、2回ぐらい殴ったらちょうどいいぐらいになるか。あと、友情コンボもちょちょいと入れたい。はい。よし、オッケー。これで、剣抜いて、おー、いいね私にやっていただきました。いや、でも今回のクエストね、友情コンボでアタッチボムとかで結構削れるから、なんかそれ駆使したらワンパンも取れそうな気がしなくもないけど、まあそれはあんまり使わないような方向でやっていこうかなと思います。よし、全員触れましたで、アルファはこれやっていきます。スライムソードで攻撃だね。で、アルファに関しては、めちゃめちゃ接待しないとワンパンできなくて、全員、接待キャラを使っております。で、あと、さっき、リシンアルファを使ってたんですけど、あっちのギャルで倍率 1.8 倍。ただ、こっちは、ワタツミみんなさ、開幕触れられば、3.25 倍って、やばい数値になるんで、こっちで、やっていこうかなと思います。あとは、これで弱点強化入れて、あとは、もう一個、弱点をね、この位置、この位置しか、アルファ拾えないんで、めちゃめちゃこいつ、範囲激狭追撃なんで、この位置に弱点が来た状態で追撃当てないと、終焉のチンチン。で、これなんでこれ、範囲狭いマジで謎。頼む、来てくれ来てくれ、時間がないんだ。あー、終焉。チンチン。特に何も抱えてない。お？あ、これいけんじゃね？できたできた、うおー、このめちゃめちゃ難しい条件やっとできた。いや、多分これが今回予定してるワンパンの中でおそらくいっちゃむずかったと思うわ。まだ2個目だけど。じゃあ次のキャラ、このレムアルファを使っていきます。で、アルファなんですけど、これ声優さん的にはベータと同じ声優さんなんですよね。なので、ていうか今回の影実コラボのキャラクターって結構もうモンストに別の声優さんで実装するキャラいるんで、今回は結構実は影実でこのキャラやってるよって人多めでやっていこうかなっていう感じで、置いておけば多分大丈夫かな。はい。で、これはベータと同じ声優さんだね。まあ、とりあえず目の前に止まるのは原則壁で余裕。火力どれぐらい出るだろう。お？やべ、ちょっと待って。やべ、最初の2人弱すぎなんだか、これ考えると。え、46億？しかも、あの二人よりも多分これ接待量少ないんですけど。やべえ、やべえ、普通に強いワンパンキャラくれてくると、ベレラチョリスがちょろすぎる。じゃあ次のキャラクター、この、パワーちゃん、使っていきます。最初に触れた敵に、ハンマーで攻撃。で、これ、敵の全判定を拾う、まあ、さっきのアルファとは違って、ちゃんと、しっかり攻撃できる SS なんで、まあ、これ使っていきます。で、最初に触れて、あとは適当に防御ダウンしてるから触れたくないけど、触れるな、どう考えても。まあ、横間で下がっていけば大丈夫でしょう。はい。おおおおまあ、とりあえずこれ狙ってましたよ。で、全部拾う。危ねえ、消費税 100% 言ってくれた。これで増税悪魔って言われなくて済むね。あんまりこの話題触れない方がいいか。で、次のキャラは、クージョジョリン。
停止後最初に触れた敵にストーンフリーで攻撃。これもね、デルタと同じ声優さんですよね。なんでデルタの声優さんは、実を言うとモンストには2人いるから、はい。よし、OK。で、ジョリーンの SS は隠し仕様でヒット数が、2段階目だと300か。300ヒット稼ぐと最大威力になるっていう隠し仕様があるから、こうだな。これで、ぐるっと回って、よし!で、友情コンボでも、300! まあ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 。さあ、ここから火力が?お ?15 億。お!え!よし、OK! いや、これもやっぱ、え?やっぱ最初の人たちは本当に火力ねえんだな、なんかこれ見ちゃうと。で、七影の人たちの声優さん使い切ったんで、次はキリトだね。弱点倍率アップして連続攻撃で攻撃。あ、これもだから、あのキャラ、主人公の、なんか、サンバカみたいな感じでやってるうちの一人の、なんだっけ名前、ヒョロか。ヒョロと同じ声優さんだね。これキリトさんやってるから、はい。うんこに抗うことだけが。そして、弱点目の前で、多分張り付いたら、いや、っていうかこのクエストさ、私やってて思うけど、超ダメ男とか、でもダメ男とかワープがないから、基本的にこの使ってるキャラたちってみんな最低火力で叩き出してるのね、この火力。いや、でも、結構今回ちょろいのか、やっぱ。そしたら次のキャラクター、この、夜ホージャー使っていきます。弱点露出して最初に触れた敵を攻撃するだね。なので、それで弱点どこに拾ってもいけるような感じになってるはず。あと声優さんは、これエリザベートの吸血鬼と同じ声優さんだね。だから多分これかアウロラが来るんだけど、はい。本当にそう思うか。止まれ!よし!どうだこれ?どれくらいかね?お、クリティカル!うお!やべえこれ。あれこれキラー?あ、でもあれか。これが出せる最大火力は夜さんだから、そうか。他のキャラはみんな最低火力であれだから、多分、ダメ男とかのクエストだったら、もっとこっちの方が上だったのかな、そうしたら。というわけで、影の、ね、影実のキャラいろいろ使ってきたんで、ちょっと、羽休めに関係ないキャラ、イタドリ使っていきます。初回の時は普通に使ったんでワンパンできなかったんですけど、多分、接待しまくったこの状況なら、はい。多分ワンパンできるでしょう。さあ、こっから。おおほほほ初めて見た60億。いや、これやっぱ自分だけいいな、これ。いや、自分だけこんな火力高いの出せるもんな。で、来年は、まあ、五条線の重心化回がもてはやされてるけど、いや、板取りも重心化回して、もっと強くなる可能性あるもんね。そこも期待します。じゃあ、このキャラ。銀時&高杉&カツラ。これ使っていこうかなと思います。で、3人で、めった切りだね。で、私ね、もうアニメ見て、漫画も大体 LINE 漫画で読んで、ちょっと時間が余ってるから、今、あれ見てるね。YouTube で、ゆるキャラのやつと、あと、ソシャゲのやつのストーリー。はい。これで置いといて、よし、OK! すげえいける。で、どうだ ?OK、OK! で、こっから、30億ぐらいいくぜ、やっぱり。いや、なんで、そういうところで、ちょっと影実のね、理解を今、めちゃめちゃに深めてるところね。ソシャゲのストーリーだと、なんだっけ、アニメのカットされてる幼少期の話とか全部説明してくれてるから、なんか、めちゃめちゃ今見てるわ。いや、ソシャゲのストーリーね、あれ見てると、あれなんですよ、なんだったっけ、拠点を作る時の話とか、あとは、ゼータとイータね、あの二人、アニメだと全然出てこないけど、ソシャゲだとめっちゃ出てくるから。いや、キャラ好きになってくるね。で、王騎将軍は、ヒットさせている弱点全部露出して、ぶった切る。なので、弱点露出のキャラを今回は必要ないっていう感じだね。まあ、縦勘で、カンカンしてれば、いい感じにいけるでしょう、きっと。で、はい。頼む!止まれ!よし、OK! で、王騎将軍は2までやられた。2までやられた。雑魚ボスだね。おー、すげえ、やっぱ2個拾うとすげえ火力上がるな。いや、なんかね、影実のアニメ見てると、なんかね、ちょっとしたポッ
ットでの雑魚敵とかでも、いや、それよそのアニメだと主役級の人やんみたいな声優の人、たくさん出てきて、いや、わかる身としてはすげえ楽しいね、見てて。そしたらね、運極煉獄さん、コネショ解放型使います。七の方煉獄で攻撃。まあ、仕様としては虎杖と一緒で、どこに触れても絶対に弱点取られられる。だから、もうここにぶち込めば、簡単だね。どれぐらい火力出るだろう。虎杖よりでっかな。5?10億？え？ん？あれ今、え？あれクリ？え？え？今なんかクリティカル？え？え？ん？ん？なんか今、え？あれ？500億出てた今。あれ？50億だった気がしたけど。あれ？あれ私の気のせいかあれ？え、誰かこれの意味を解読して開示してくれませんか？さあ今、激アツの話題になってる、この、チェーンソーマンだね。コラボが発表されたってことで、使っていこうかなと思います。まあ、パズドラさんなんですけど、発表されたのは。いや、でもなんか、スーパーゴッドフェスと、なんか、チェーンソーマンコラボ合わせてるみたいで、なんか、モンストの鳥獣神祭のコラボみたいで、いやーってすげーなんか言われたね。はい。で、後から防御ダウンにしとけば、勝手にボス必中で行ってくれるから、まあ、多分全部露出してるし、なんとかなるでしょう。お、どう？どうだ？お！あ、でもやっぱ暴れ回るだけでも、普通に30億近くね。いや、やっぱ本当に最初に使った、何度も言うけど、最初に使ったあれらのキャラ、ほんと気軽に、次のキャラとしては、この、ディオ様、使っていこうと思います。最初に触れた敵に、ザワールドで攻撃。で、ジョータロの SS と同じ仕様だけど、あれ、情報修正で内部弱点取れるようになったんで、多分これも、拾えるようになってるはず。なので、これぶん殴ります。はい。そして、いけ！よし！っていうか、めっちゃかっこいい。やっぱ、あれだな、シャドウ様の SS 見ちゃうと、これ時止まって BGM 切れてくれたらめちゃめちゃかっこいい良さが上がるんで、いや今からでも情報修正できないかなと思うね。そしたら今回最後のワンパンキャラはこのイプシロンやっていこうかと思います。最初に触れた敵に向かって斬撃を放つだね。まあ、とりあえずこれの準備として一回ヤクモでみんなを集めます。で、これを、ほい。ここで減速するけど下で止まる。よし、OK、完璧。で、イプシロンの SS を使って、これ、ワンパンやっていこうかなと思います。右。まあ、この位置でも多分大丈夫でしょう。縦勘で、4箇所全部同じところに設置して、はい。さあ、ここから斬撃が、ズドン！よし、OK、完璧！で、これでとどめ、よし、OK！ってことで、イプシロンでも、いやー、ワンパンできましたね。何かあったかしら？